ないと。ここだよ。もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。え？そういうのを使うような人に見える？なんだか小バカに。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。ああ、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら姫に聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。あら、何かご用かしら。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。ごめんなさい。こんなにストレートに言われるとは思わなかったわ。でもあなたのことまだそんなによく知らないし。あ、普段高校を使ってるか聞きたいだけだけど。え高校なら使ってないわよ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ。彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね、彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。弱い者いじめだ。あら、やっと来た。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんかオイラたち変質者みたいになってないか。噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はした者勝ちとも言うやない。
あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。はあ、何言ってるんだ。はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、どこで高校を作ればええかしら。あら、バーミンド、ええチョイスやわ。ほな、行きましょか。ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はできたやろか。あ、助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。さすが、ビーエージ。ん？水質はぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。ゲイショウバナの水分が。へえ、やっぱ素質あるわ。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れたるから。芸商花やね。残すはさっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。芸商花の水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。あら、うちが適当言ったこと覚えててくれたん。想像よりええ人やね。気ぃつけな、うちまであんたの虜になってしまいそう。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからんけど、一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。
三股するんやったらまずどこから着手すべきか時間あったらまた春光用においでな。これで三種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。中原のもつ焼き。